皆さんこんにちは、コセノです。今年10月にですね、日本語教育能力検定試験を受ける方だったりとか、あと11月にですね、日本語教員試験を受ける方という方がたくさんですね、この動画、私のチャンネルをご覧いただいていると思いますので、今回はですね、試験の当日の日に私が、コセンダがですね、何を持っていくのかという持ち物をですね、皆さんにご紹介して、皆さんの試験当日の参考にしていただけたらと思います。いくつかですね、私もこれは持っていこうかなというものがありますので、皆さんの参考になれば幸いです。まずはですね、何を持っていくかというところで、筆記用具ですね。100均のプラスチックのなんかバッグに入れてるんですけど、これぐらいどうなんですかね。皆さんはどんなものに入れてるのかな。で、これ試験用の筆記用具ということで、いつもここにまとめて入れたんですけど、私はですね、シャープペンの方もいるんですけども、一応鉛筆も入れてありますね。ほとんど使ってないので、新品の状態でこうやって袋に入ってるんですけども、一応 HB の鉛筆を入れてあります。なんか、時々濃さの指定とかもあったりしてますよね。なんか HB じゃなくてダメみたいな試験とかもあったりするんですけど、一応入れてありますね、こんなふうにね。使っていません。で、基本的に私が使っているのが、シャープペンですね。本当になんか、スタンダードなシャープペンです。なんかよくペン先がなんか自動的にくるくる回ったりするやつとかもありますけど、私はスタンダードなやつが好きですね。普通のシャープペンという感じです。これもHB かな。はい。消しゴム。消しゴムね、ほとんど減ってないんですよ。ほとんど使わないから。なぜなら私は一回答え書いたらほとんど買えないので、なんかバシッと決めちゃうみたいな。ちょっと減ってるか。ね。消しゴムも入ってあります。一応予備の、落とした時用の消しゴムを予備で入れてあります。あとは、その先ほどのシャープペンの返芯ですね。返芯が入っております。あと、一応使ってないんですけども、鉛筆を使った時のための鉛筆削りもここに入ってあります。で、最後に、これですね。時計、アナログの時計、試験用の時計ということで、ここに入れてあります。別で時計持ってくんですけども、いわゆる、いつも2本時計持ってってます。いわゆる電池が切れた時の用ということで、いつもですね、試験用の時計ということで、ここに入れてあります。はい。これも1000円か1000円未満ぐらいで買ったやつなんですけども、何ヶ月もほっといてますけども、時間がずれてないので、いいですね。当日ね、別に時間ずれてようと、ずれてたらずれた分だけ考えればいいだけの話なんですけども、はい、こんな感じで時計入れてあります。これが私の筆記用具というところで、試験セットかな。こんな感じで、いつもね、こんな中に入れて、持っていけるようにしておいてあります。はい。というのが、ベーシックな試験セットということですね。これはね、どの試験にも、共通するものかなとは思うんですけども、今回ね、日本語教育能力検定試験だったりとか、日本語教員試験ということなので、当日ね、やっぱり隙間時間、休憩時間とかに、いろいろね、確認したりとか、ちょっとね、勉強で復習し直したりとかするっていうことをすると思うんですけど、じゃあ、その時にね、何を持っていくかっていうところで、私はですね、やっぱり、一冊ね、これはやっぱ安心だなと思って持っていくものが一つありまして、これなんですね。これは案件じゃありませんからね。この日本語教育能力検定試験のために出されてるやつは、それ完全攻略ガイドってやつ。ちょっとこれカバー外しちゃってるんで、ちょっとわかりにくいかもしれないけど、いわゆる赤本とね、よく言われてるやつ。これ第5版の最新のものですね。だいぶもう汚くなっちゃってるんですけど、やっぱりね、これは、知識結構やっぱきちんと網羅されてるものなので、やっぱりこれね、一つね、持っていると、なんかね、これ、あれどうだったっけなとかって確認するときに、パッとね、開いてね、作品もついてますから、確認しやすいんですよね。だからこれ一冊をね、やっぱり忍ばせておくっていうのはね、やっぱりね、これ安心だなというふうに思ってますね。あとは、用語集としまして、今ね、出てるもので、これもね、確か新しいの出たんですけど、日本語教育能力検定試験合格キーワード1400。これのね、確かね、日本語教員試験バージョンが最近、ここ1ヶ月、2ヶ月ぐらいで、出されたはずなんですけども、多分、まだ未確認なんですけど、多分ほとんど中身同じだと思います。このね、結構最近、皆さんに好評な、用語集、合格キーワード1400っていうタイプ。もしくは、私が今手元にある日本語教員試験の対策用語集っていう、アルクから出てるやつがあるんですけど、こっちも結構いいかなと。スタンダードな用語集一つ、どっちか持っていくかなって感じですね。で、あと、これね、ちょっとなんか、実は言うと、この用語集、スタンダードな用語集っていうのは一冊ね、ぜひ持ってっていくといいかなと思うんですけど、ちょっと、マニアックな情報まで、あれどうだったっけなーとかっていう時に役立つのが、ちょっとこれもカバー外しちゃってすいません。研究者というところが出してる日本語教育辞典というこれがあるんですけど、これね結構ね役に立つんですよ。結構一般的な検定試験対策向けの用語集には載ってないところまで結構出ているのがこれなんですよね。で割と薄めに作られてるね、きちんとすごい情報がねギュッと詰まってるので、これはね結構ね、実際の、自分の対策コースとかやるときにも役立ってるかなっていう、用語集ですね。辞典なのでかなりね詳しいところも載ってるんですけど、本当だったらね正直言うとこのなんかねちょっともうなんか弁当箱ぐらいありそうなこの日本語教育辞典っていうのがあって、これがね本当にたくさん載ってるんですけど、これをねちょっと持っていくのはしんどいので、やっぱりこっちの方でね代用というかね代わりするかなって感じですね。はい、これちょっとねこの試験会場にこのごっつい本持ってる人がいたらちょっとね周りもビビっちゃいますよね。はい、そんな感じですね。であと持っていくとすれば、私はね結構文法系が好きであるというのもあって、あと文法系がよくね出題率も高いので、文法系をまとめてるものとしてこれどちらもね原沢先生という方が書いてる、こっちは考えて解いて学ぶ日本語教育の文法とスモールステップで学ぶ文法っていうのがあるんですけど、この中の私はですね別冊資料っていうのがあって、この中に活用表とかが載ってるんですよね。で時々なんか国語の活用表とか、そういった活用表をパッとね確認したいなって時に、この別冊役に立つかなって感じで、この別冊も忍ばせたらちょっといいかなというふうに思っております。あとはね、私自分自身の事業資料があるので、それ PDF にしてるので、全部ね、携帯に入ってたりとかするので、それを見れば済む話ではあるんですけども、はい、あと、これやっぱ持ってきたいなっていう最後の一つ。音声系で、やっぱりこれはね、バイブル的なものがありまして、日本語の音声入門という、猪塚先生というね、先生が書いてる本なんですけども、バベルプレスというところから出てます。これね、皆さん、もしこの本をね、買いたいと思う上で気をつけてください。っていうのも、これ、新しい新版っていうバージョンと、ちょっと古いバージョンがあるんですよ。それもなんかね、改訂版とか書かれてるんですけど、2種類あります。で、今お見せするんですけども、こっちですね。日本語の音声入門。どちらも日本語の音声入門なんですけど、サイズが違うんですね。買うなら、今から買うなら絶対大きい方買ってください。こっちの方がいいので。はい。で、もちろんね、小さい方でもいいんですけど、これをね、さらにより良くしたのはこっちの大きい方なので、もしこれから買うっていう方はこれ買っていただきたいですね。この音声入門。これがですね、ほとんど音声系の問題に関してはほとんど載ってるね。これさえ見とけば大丈夫っていうタイプの資料なので、音声系の不安を解消するためにこれも一冊持っていく。結構ね、薄めに作られてるので、持ち運びもしやすいですね。なので、その辺をね、私は持って行って、試験当日ね、なんかこれどうだったっけなとかね、確認するかなというふうに思います。もちろんね、全部使うわけではないんですけども、ちょっと手元にあるとこれあると安心するなっていう、自分の心の安定を図るためにも、この辺りあれば何か困ったことあってもすぐ調べられるなというものがこの辺りのラインナップということですね。ということで、ぜひですね、皆さん、試験当日ですね、やっぱり不安だと思います。やっぱり試験を受けるっていうのはね、緊張もある、不安もある。もちろんね、緊張があったりとか、不安があるっていうのをそれまでね、しっかり勉強してきたりとか、試験に向けてね、受かろうという気持ちを強く持って挑んだ、結果そういったね、気持ちが生まれるとは思うんですけども、やはり当日ね、不安だったりとか緊張しているというところに、少しでもね、精神的な安定、落ち着いた状態で臨みたいですよね。そういった時のために、こういったものを用意しておくと、すぐにね、調べられたりとか、確認できたりとかするというところで、私のおすすめと、試験当日の持ち物ということでご紹介していきました。先ほど言った通り、私の方はですね、秘密の資料がありまして、私の、試験対策コースの受講資料っていうのですね、全て、受講者の方にはデータでお渡ししております。なので、私もこのデータ持っております。はい。なので、試験当日は、携帯にそういった資料をですね、入れ込んだ状態で、私、行くかなというふうに思っております。もしですね、試験対策、試験に向けて、勉強どうしようかなとか、なんかその資料とかね、なんかまとまったもの欲しいなとか、勉強をもっとね、みんなと一緒に頑張りたいなという方ですね、私の試験対策コースというものも、絶賛申し込み受付中ですので、概要欄の方にその申し込みの URL と貼っておりますので、そちらの方からぜひ詳細はご確認ください。他にも動画講座だったりとか、日本教師向けの実践講座っていうのも開催しておりますので、ぜひそちらの方もお申し込みをご検討ください。ということで、本日は試験当日、古銭高何を持っていくのという持ち物をですね、皆さんにご紹介してきました。ぜひ皆さんの試験当日の参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。